メイキングスタート。ジャケット撮影の日です。みんな元気ですか？あ、元気なようですね。よかったです。私たちモーニング娘。誕生10年記念隊も元気ですか？元気です。元気です。よし、OK です。はい、はい、ありがとうございます。こちら、ポーターのみです。今ですね、ハウススタジオのハウススタジオの撮影なんですが、私はこれからこのスタジオを出ます。そして、すごい本当に来たくない。何もないわ、何もない。言っていい？本当に帰ってこないかもしれないよ。行きまーす。お願いします。お願いします。お願いします。今日は、10年記念隊の2枚目のシングルのジャケット撮影の日です。はい、ということで、今日は天気もよろしくて、どんなシングルになるのか楽しみなんですけども、まあ、いい気分で撮影してね、みんな気持ち上げ上げで頑張っていきたいと思います。
しょう。衣装はこんな感じ。緑担当になりました。はい。緑は今まで着たことなかったんですけど、まあ気に入りました。もう始まりましたが、今回はなんて言っても、あ、もう始まったっていうか、まだうちらこの撮影してる時始まってないんですけど、もう今回のライブはめちゃめちゃ懐かしい。私にしてみては曲を歌ってるわけですけど、この来た人は分かると思うんですが、メガネーズっていうか、当時メガネーズって呼んでいたユニットっていうか、ライブの中でのユニットみたいなのを今回ナッチと2人でやってるんですが、あの曲さりげなく好き
きなんですよ。あと今回振り付けが夏先生っていう、私がデビューした時からずっと娘卒業する前夏先生だったんですが、その方がなんと今回は娘10年記念隊なんでライブも振り付けをしてくださっているんですよ。なんかすごい本当に10年記念隊のツアーっていうか記念ツアーみたいな感じになってますが、あともう何週間かなので頑張って最後まで楽しんでいきたいと思います。皆さんもまだ来てないって人は来てください。マジだけなぜか外です。おはようございます。愛しき悪友と書いて友恵なんですけど、これは仲良しの友達だったりとか、私は割とこうメンバーが出てきたりするんですよね。まあみんなそれぞれでいいんですけども、でもなんかこう、はい、まあ詩の通りでございますね。綺麗になったねとか、素敵な声してるのねとか、自分も頑張ろうという、こう前向きになれるようなちょっとこう優しい光が先に見えるような、そんなメロディー歌詞になってます。
り喋り手じゃないので一人で振られた時にどうしていいか分かんないんですけど、2枚目のシングルになるんですけど、なんとですね8月8日リリースということで、私の26歳の誕生日なんですね。だからすごい最高の誕生日プレゼントだなと思って、はい、一生大事にしたいなと思っています。はい、でナッチとさっき喋ってたんですけど、もうねナッチと出会って15歳の時からしてるから、もう26歳になるんだねって、10年以上経ったんだねって話してて、でもなんか話してる内容とか、まあ、昔と変わらなくてしかもなんかなんだろう、やっぱりもちろんナッチとかゆうちゃんとかけいちゃんとかやぐちとかなんかいろいろあったこともあって、なんかいろんなことを一緒に乗り越えて、なんかこんないい歌もらって、なんか改めて実感したりとかしてます。お願いします。いい雰囲気です。やったら回し始めます。見えてますか？
はい、じゃあ OK です。じゃあこれで本日の撮影終了となります。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張ろうね。26歳も頑張ります。頑張っていきます。しょい。バイバイ。バイバイ。